しょう。はい、どうぞ。ここで競わないっていうことなんだけどね、ここは関係ないんですよね。で、ここでこうやってやると競っちゃってるんだよね。だからここ関係ないと思ってないと、向こう通り道開けるんだから、通り道開けるんだから、ここ関係ないの。ここで競うんじゃないの。こうやって競い方を練習してるんじゃないの。通り道の開け方を練習、通り道、彼の通り道をこういうふうに、それで深いっていうのは、こう離れてないの。こう離れていっちゃうといつまでも来るんだよね。だから僕は彼のここを狙ってる。ここを狙ってこういうふうに、ここはここを狙ってるって感じ。そして通り道を開けてる。そういう感じでやらないと、ここ競ってんじゃないのね。で、ここにこういうふうに入ってきてるって感じ。じゃないとこういうふうになっちゃうってことね。で、ここね、ここにこういうふうに入ってる。それだからこういうふうに上とか下とかできるの。ここに入ってるの。ここにで こっちじゃないの。転換っていうのはこっちじゃなくて、ここに入ってるの。そしたからこう上入ってくるのね。それから下もそう。下もここに入ってるの。ここにだから下に入った。だから離れちゃうと弱いの。全然ダメなんだよね。だからここに入ってるの。ここにこういうふうに、だから手の力抜けて、ここは何もしてないよ。そして足が遠くに離さないってこと。それには首元に入ってるってこと。じゃあやりましょう。ここを見てるとね、ここを見てるとダメなんですよ。僕はあっち欲しいの。あっちここじゃない。ここで競争してないの。だここに来るとどうやってやったってダメなんだよね。だから向こうなの。向こう、ここを意識なくさなきゃダメ。ここで競争してるからこういうふうになっちゃうの。だからここは意識なくして、で向こうなの。向こうのが大事なの。ここはどうでもいいの。ここは委ねてんの、相手に委ねてんの。委ねて万力で持ってってもいいの。万力でガッチリ持ってね、はいどうぞって、こっから動かしたら動かないんだよ。こう対応してくるんだから。彼だってベテランの人は、若いベテランの人はアマチュアの人に対応くるんだよね。だからアマチュアの人はここの意識なくして、向こうあっち、ここ通り越してあっち、そして上、この正中線を守ってないとこうなっちゃうから、横行っちゃうから、こういうふうに正中線守ってんの。そしてこういうふうに入ってる。だからどっちの手も使える。こっちの手返すし、こっちの手、そういう感じね。でここで競うと競い合いになっちゃうの。だからこっち側の手が使えるんだったら、こうやって外れてくればこっちでもいいし、こう外れてきて、で、妨害してくんだったらこっちの手でもいいの。だ右手でも左手でもいいってこと。で、こうやってきて、こう持ち替えた方が楽だから、両方とも自由になるからね。持ち替えた方が楽。そしてこっちの手、こっちの手はここに行かないの。ここに、こう上に来てんの。上に、自分の真上。それで足がだから持たれたところに行ってると、やられちゃうんだよね。彼の方が強いんだから。だから彼の方が経験が豊かだとかさ、そういうことで経験者には負けちゃうの。だから経験のない新しい人は特に心の意識はなくす。心の意識はなくす。それでこうやって離して
この意識をなくさなきゃダメ。この意識をなくして向こうへどうぞ。それから上、真上、それからこうに変わってきたって。そういうふうにやった方がいいんですよね。だからこう、いやどっちでもいいんだけど、こうやって変わって、こう、したらまっすぐ自分のここをまっすぐこういうふうに。こうにやって、そして出てくる。こう出てくる。だから手でやってると、ダメなんですよ。ダメなの。ダメ。手でやってるとダメなの、これ。だから言ってんの。だから、いなくなって、で、まっすぐ。関係ないの、関係。彼関係ないの。で、まあ、こっちだったらこう、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ。上だけしかやってない、下だけしかやってない。自分が主人公だから。他人が主人公じゃない。他人が彼にコントロールされちゃってんの。だから自分をコントロールすることが大事。自分をコントロールしてまっすぐこういうふうに入ってきて、他人をコントロールするんじゃなくて、他人をフォーカスしてると他人の方になっちゃうから、自分にフォーカスしてほしいの。だから自分のやってることをこういうふうにして、こういうふうに入ってきて、手でやってないんだよね。でそれを手でやったらしちゃうんだよ。手でやってないんだよ。だからこう来たら、こう来たら、こう来て、こう、それで足がか関係ないよ。彼って勝手に倒れた。そういうふうにやってほしいんだよね。で右と左と使い分けなんだけど、難しいんだけど、こう右手でも左手もできるように、要はここを自分を守って、そしてこういう足自由、そういうことね。だあんまり他人のこと関係ない、自分のことやってるのはね、やってるのは自分のことが大事って。彼のことは関係ないの。彼のことはやっつけに行かないの。一挙運動って昔やったの。1、2って、1、2って。で、何のためにやってる？これ、自分の体を作るためやってんの。で、他人関係ないですよってやってんの。1、2って。ただ、自分が、相手がいたら一挙運動は成り立たないんだけど、足が自由だとね、相手関係ないの。1、1、2ってこういうふうにやったので、彼がここたまたまいたの。そして2ってこういうふうにやったの。それからね1ってこういうふうにやったの。それ2ってこういうふうにやったの。彼がたまたまいただけなの。ただ一挙運動やってるの。一挙運動やってるようにやりたいの。いや、彼がいるから一挙運動やってるんじゃないの。一挙運動やってんの、こうやって一挙運動。それから2ってこうやってんの。彼が出てくれば僕は自然とこういうふうに来るんだよね。で彼が引っ込んでれば自然とこういうふうに僕は向こう行くの。一挙運動やってんの、一人でやってんの。1、2ってこうやって下ろしてくれば、こういう形になっちゃうの。自然となっちゃうの。合気道の形をやろうとしなくても、外回りですか内回りですかとかそんなこと考えてないの。何しろ1、2ってこういうふうにやってるの。で、これ彼がいてもいなくても関係ないの。関係ないで自分でやってるの。そういうふうにやりたいのよ。やりたい。で、たまたま彼がくっついてたの。彼がくっついてこういうふうに、こういうふうに。たまたま彼がいたから。で、出てくれば引っ込んでくる、引っ張れば引っ張ってくる、ついていく、そういう形でしょ。で、自分がご主人様だから、そういうことを考えてほしいの。それで足が自由だと、こっちね、こう下がって。で、彼がいるからやってんじゃなくて、彼と競争するためにやってんじゃなくて、自分の体を作るの。全然関係ないの。体作ってんの。こうやってで、彼が来てくれたの。来てくれたからこういうふうに出してきたの。こういうふうに出して、関係ないよ彼から。そういうふうにやってほしいんですよね。
じゃあ塩投げ、塩投げ形、こういうふうにたまたま彼がいたの、たまたまいただけ、たまたまいただけで、自分は一挙運動やってる感じ、たまたまいただけ、たまたまいた、たまたまいたで、たまたまいたで、こういう感じで、肩口、普通は塩投げの形っていうのを四角からここに入って肩口ね、落としてくるんだけど、それはいろいろいいから、彼が来てたら強い血で来てたら、ここで競わないで、で何か忘れてない、彼は通り越して向こうへ行きたいの、向こうへ、そしたら自分を守って、自分を守って、そして足が自由、足自由、足自由、足自由で、さよならって逃げてもいいのね、そういう形ね。じゃあ塩投げって形を使ってやりましょう。どうぞ。一人で踊り踊ってるって言ったんですけどね、一人踊ってる時にこういうふうにやらないの、自分が崩れる形はやらないでしょ。だから必ず自分の、ま、自分、彼が来たら自分のこあできねえやって言ったらさよならでもいいの、こうやってさよなら でそれ無理してやれって言ってないの、無理して下こうぶれないんだから、で こうなったらこうやってさよならって、で自分が安定してる方が大事ね。もしだよ、もしこうなってこうやって崩れちゃうなと思ったら、さこうやって切ってさよならって、その方が安心だなのってことは、自分の姿勢が大事だから、自分がご主人様って言ったんだけど、他人の人生じゃないから、自分の人生だから、自分が安定してやりたいのね。だからこう四方投げだって安定してなかったらさよならなの、さよならで、安定してるからこういうの、安定してるからだからね、こういうふうに競わないって言ったんだけど、競わないっていうのは安定してるのは安定してるで、ここに来たら必ず傾いちゃうんだから、自分がだから、ここに来ないってことがコツなの、来ないでさよならって、それで入ってきたらこうやってまっすぐまっすぐ、全然硬い、なんていうの、相手がいると思うとこういうふうにやってこうやって、無理なんだよ、強いんだから彼の方がね、俺の方が弱いんだから、だから自分が安定してこう離れたらこうで、原理っていうのはあるから、離れてたらこう体速に近くないとやられちゃうの、俺はやられちゃう、ああやられちゃう、持ってきてやられちゃう、だから体速に近いの、そして体速に近いの、そして自分が安定してるの、そしてまっすぐに落としたの、そういうふうにやってんのよね。だから一人で一挙運動やってるって言ったんだけど、そういうふうにやってほしいのよ、相手と競争してるわけじゃないんだから、自分が大事なんだから、自分が大事なの。そして入り身投げっていうのが形あるの、入り身投げっていうのはたまたま彼がこういうふうに取りに来た時にね、後ろに入って入れなかったらいいよ、さよならでね、こうに入れたからこうにで、自分が安定してるで、こう入ってね、ここにこう自分が安定してるで、彼がいてもいなくても関係ない、自分が安定してこういうふうにただ歩いてきただけ、後ろに相手の後ろにこういうふうに来てこう、そういう感じじゃない。で、まあ上手くなれば下げてきて、こうやって上げて反射もらうとかね、いろいろできるんだけど、要はこういうふうにいなくなって、それから下げて上げたっていう、そういう形。じゃあ入り身投げを使ってやってみました。石が飛んできた時に、ああやべえなって、こういうふうにやってんだよね、こう やべえなって、で自分の身、相手の石のことは考えてないの、自分の身のことしか考えてないの、自分が石のことを考えてると、ああ石が来たこうなっちゃうの、だから自分の身のことしか考えてないでしょ、だから石が来たらこう、石が来たらやばい、やばいからこういうふうに受けるの、こういうふうに受けるの、
そしてこういうふうに受けるので、こういうふうに受ける方、受け方はね、こう石のことは、この石はいろいろ石垣ってんだけどさ、あの石でいろいろあるの、こうやって来るとか、こうやって来たらこう来るよ、それからこうやって来たら、こうやって来たら、まあこれで使えるとかね。で、外側に入った方が安全だけど、こうに入ってくるとこの手は有効だから、有効だから、この手を効かせないように、そうしてから入ってんの。それから入り身投げ、こうに入り身投げするっていうふうにやってんのだ、こ上の時はやばい、上の時はやばい、こっち上の時はやばい、これこの手、足やばい、だから、そうそう、だから上の時は、それから遠いと、遠いとやばい、ここやばい、持ってかれちゃうから、自分が近いの、近いの、こうやって近いの、そしてくるりんと回って、これから落ちてくるりんと遠くにしないとか、いろいろ学びがあるんだけど、遠くにしないで近いの、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 近くて回ってんの。そしてくるりんと回ってまっすぐ落とす。で、今下の方や、みんなこうやって下の転換のね、こう転換もあっちどうぞどうぞって言ってるんだけど、こうにやったんだけど、今度は上からこう、でこう、あ、こう隙間が見えたらね、隙間のとこにこうに入ってくるの。そしてポカって。今度はこの上の方、このやばいって、やばいってこういう分、こうやってこの手邪魔だから向こうへ戻して、こう、じゃあ上の方やってみよう。上の方の入り身投げ、やばいなってこういう風に持ってんの。そして自分が後ろにもうツツツって入ってきて、自分が安定しててこういう風に、やばいなって、やばいなしかないんですよ、やばいやばいな、こうやってもう持たれちゃって、はいどうぞじゃないんだから、こう来た時にやばいなって、そして自分が後ろ入ったの、こう来た時にやばいなって、それから後ろ入ったの、こういうふうに後ろに、そして自分が安定してる。だからこう来た時にやばいなって、こういうふうに入ってるの。じゃあこ後ろに入ったんだけど、後ろに入ったんだけど、じゃあいいや、こっからこういうふうに落としてくると、あの回転投げみたいな形ね、外回転、やばいなって、こういうふうに、ただ落としてるだけ、ただ落としてるだけ、やばいなってやって、やばいなって、それで下落としたで、ま遠く離れてないよ、近いよ、やばいなって、こうやばいのね、やばい、それから近いの、こういうふうに離すんじゃなくて、こういうふうにやって、それで体を使ってるの、こういうふうに、だからずっと近づいてるってこと、手を離してこういうふうに引っ込めんじゃなくて、やばいなって、いや、あ、すみません、やばいなって、こうやばいなって、離れてね、離れてね、離れてて、こうに入ってきたら、こう近づいて、それから落としてんの。で、この近、彼を伸ばすときは、自分の、なんていうの、手はそんなにこういうふうにやってないってことね。じゃあちょっとやってみましょう。あの、回転、こうやって手振っちゃうと、こう回ってるから、ほら、これ。これ手は外から内だったらいいんですよね。こう内から内、外から内だったらいい。内だったら、だから内だったらいいの。内、外にやったらやられちゃう。こう開いちゃうから。だから足が先ってことね。足が先でこっち入ってる。足が先。そしてこっちこうね、そして下げてるだけで、こうになってくると、こう今後ろに入って、こう潮な、あの入り身投げとかやったんだけど、こっち表からこっちから入ってくると、こう一挙形ね、一挙の形、こういう形になる、うん、これ
これやばいなって来てこれでね、これでやばいなって来てるんだけど、この手はこっちから入るの、こっちからこういうふうに入る。そうすると手は何もしないで、やばいなってこういうふうにね、やこう外からやばいなってこういうふうに、そして内から入るの、内からこっちから、こっちからこのままこのでここに行ったら彼がいるんだからやられちゃうの。これっていらないの、いらないから捨てるの、捨ててから入るの、そういうふうにやってんのね。この手は競い合わないの、競い合わないでいらない手なの、この手いらない手、いらない手だから捨てるの、捨てるの、それから入るの。あ、ごめん、そういう形ね。これでこの手はやばいなってやったらいらない手、いらない手は捨てる、捨てる、そして入る、そういう感じ。じゃあ一応やってみます、表裏やりましょう。裏はね、こういうふうにこう来てやばいなって来たら、今はこっちから入ったので、裏は入り身投げと同じでこっち入るの、こっち、そしてこういうふうにへその下に落としてくる。こう来たらへその下にここに落としてくる、こういうふうに。今はこういうふうに来てこっちへ逃げちゃうんじゃなくて、こっちだからね、こっち彼の、いや、まあいいや、こっちだから、こっち、ここ行ったら強いのだから、こうやってやって、でこうなったらここでぶつからないでこっちへ逃げるの、こっち。今度は自分がスルリニコンって後ろに入っちゃうの。それこう入ってから下、そういう感じね。いや、じゃあ、まあ、こうやって入って、でこう後ろ、これがないと来ちゃうから、こうに入って、そして入って場所を作って。じゃあ裏をやってみましょう、どうぞ。自分が一人で踊ってるようにやるって言ったんだけど、まあこうね、下一人で踊ってるようにして、こう来て後ろに入りたければこっち、前に入りたければこっち入るんだったら、このまま入ってきてもいい、それからこういうふうに回って入ってきてもいいね、回ってもいい。だこことこの組み合わせだから、こう入ってきて、こう入ってきて、この手出して、手これ見てるのね、見てるので、これ来たらやられちゃうの、やられちゃう。だからやってる時にこの手見てるの、この手見てる。だから入ってくる時にはこっちは入れない、この手があるからね、この手があるから、だから後ろに入ってるの。そしてこういうふうに入ってくれば、必ず後ろの第2番目の手を見てるってことじゃないと入れないから、こうやって入ってきちゃったらやられちゃうんだよ。こうやって、じゃあちょっとこれ緩めてこうやって入ってきたらやられちゃうの。だからこういう時はこの手が見えてればこうね、こう後ろ入ってきてこの手を効かせないようにする、殺す、それから何かやってるっていう形ね。それでこうむやみに入っていけばやられちゃうってこと。だからこういう時も おへそが向こう向いちゃってから、こういうふうに下がって場所を作って来れたってるわけね。そういうだからいつもは自分の安全安心のためにやってるってこと、こう安心のため。そして彼の手が見えてきて、見えてこないところに、そうそう、見えてきたらすぐ落とすってことね。そういうこと大事で、こうやってこう見えてきたら、うわー、ごめん、見えてきたらこうやってなんていうのかな、すぐ落とすっていうことね。
必ず反撃があるってこと。反撃をだから反撃があるのにやらないってこと。こうやってやらないってことね。じゃあ何やろうかな。あと10分じゃあこうね外してこういうふうにこうやりましょうか。こうね、こう反撃、こう最初やったのをこういう来れば必ず受けてくるのよね。それからこういうパンチ来る。でこういうことは全部分かってるっていうかな、そういうことを見てて分かって、ああ来たなって、こういうふうにこういうふうに来たら、こう来たら分かってて、こう来るよね。あかあか、上から来るんだよ。そうそう、上からガーッとこう待ってりゃ来るの。この手でこういうふうに行こうと思えば手を受けるでしょ。受けたらこういうふうに持ってきて、こういうふうにやるとか。こうやってやって、こうやって来たら受けるよね。それをこういうふうに持ってくるとか。そういうこと、そういう組み合わせなんだからね、こうやってこう。じゃあこれやってみようかな。難しいけどね。相手が反撃、相手の攻撃によって自分が変わるってことね。じゃあ少しやってみましょう。どうぞ。